さあどこに現れる、どこから来るんだ。君じゃない、マンボウ君じゃない、いたいました。はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。今回はですね、なんと UFO を捉えた決定的瞬間をですね、皆さんにお見せしたいと思っています。あとですね、こちらの動画に、アフレコで音声を入れています。はい、ではですね、早速 UFO の方を見ていこうと思います。それではどうぞ。はい、やってきましたね。いやー、今日もいい天気でダイビング日和ですね。いろんな魚をですね、またパシャパシャと取って残していきたいと思います。これ島なんですけどね、向こうの方まで泳いでいけたらもっといいんですけどね、本当に。なんだこれは、もしかしてこれは UFO じゃないの、見つけてしまったよお母さんって感じで出てきたんですね。いや本当にね、いやでもこれはね、びっくりしましたよ。初めなんかね、なんか変な虫やと思ったんですよ。でもそれがね、虫じゃなかったんですね。いや驚きましたよ、まさか水中カメラのやつで UFO 見れるなんてね。いや素晴らしい。いやそれにしてもですね、アフレコって難しいですね。あとですね、このまま終わるのはね、ちょっとねあれなんで、はい、深海の方もねちょっと見ていこうかなと。深海にはどんな魚がおるのかなということで、深海にも潜っていきたいなと思います。こちらもですね、アフレコで撮っていきます。うわー暗いなー、これが深海か。マリンスノーがね飛んでますね。いやでも綺麗ですね。どんな魚がおるんでしょうね、本当に。でね、暗すぎてね、魚の形がねちょっと微妙。なんだあれは、なんだこれは、もうシャッターですよ。だがしかしあれは失敗に終わったんですね。だからもう一度、はい、また来ましたよ深海。なんださっきの巨大生物は一体何だったんだ。さあどこに現れる、どこから来るんだ。君じゃない、マンボウ君じゃない、いたいましたよ、いましたよ皆さん。なんだこれ、目撃巨大ザメ。皆さん見ました、巨大ザメ。これが巨大ザメですよ。深海におるんですかね、巨大なサメって。ちょっとわかんないですけど、はい、っていう感じでですね、本当にね、いろんな魚がですね、おるんですよね。あとね、マーメイドとかも見つけないといけないんですけどね。はい、そっちの方もね、次見つけていきたいなと思っています。はい、いやでもね、本当にね気持ちいいですね。なんか寝れそうですよ。今回はですね、ちょっと短いですけども、この辺で終わりにしようかなと思っています。もしね、この動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではトニーでした。またね。